倍の速さです。超速っていうか、ママ一人で全部この工程やるんでしょ。うん、やば。しかももっと大量の量。うん、はい、どうも皆さんこんにちは、リンです。我现在人在日本、実家にいます。はい、なぜ今回日本に帰ってきたかと申しますと、我妈妈要开刀、私のママがね、手術をすることになりました。まあ、何の手術をするのかっていうと、膝の靭帯損傷、靭帯が切れちゃったんですよ。だからその縫う手術をするために入院します。で、手術した後3週間入院するらしいです。然后那个三个礼拜没有人照顾家里，就是没有人会做家事，然后还要照顾弟弟，要帮弟弟他们准备饭，所以我就回来日本了。抱歉，我现在牙齿有装这个あのマウスピースつけててね、ちょっと喋りづらい、喋りづらいんですけど、那まあ没事。然后我妈妈是到底发生了什么事情？今年的寒假，我那时候有回来日本了，然后妈妈有带我还有小弟，我们三个人一起去滑雪。然后有一次妈妈也有跟着我们一起滑雪，然后那时候啊，妈妈就很久没有运动，急になんか重たい道具つけて慣れない動きをして、それで多分靭帯損傷しちゃったのかなっていう感じですね。びっくりしました。他受傷的时候，他就脚痛到不行，就完全没办法走路，然后要有人帮他扶着他才能走路。で、ママは3月末に手術して、手術から3週間入院します。でね、その3週間、家族とかもう誰も面会に行けないんですよ。もうね、今コロナのせいで、まあ、完全に面会拒否ってなってて、だからね、せっかく日本に帰ってきたのにママに会えなくてね、ちょっと私は寂しいですね。しかもママが退院する前日に私はもう台湾に帰っちゃうんで、だから多分次日本に帰ってきた時にやっとママに会えるっていう感じで、なんかあの時ママがスキーをしなかったらこんな大怪我しなかったのになとか思っちゃったりとかするんですよね、たまに。妈妈是为了要拍我们在滑雪，她才跟着我们一起来滑雪的，不然她每次都在下面睡觉，在等我们滑完，所以我就会觉得很抱歉她。私たちのためにね、スキーをして怪我しちゃってこんな大変な目に遭っちゃって、なんか本当申し訳ないし、ごめんねママって。もう別にママもね、そんな若くないのにね、なんかこの歳でそんな大怪我してね、しかもママはあんまり筋力がないんで、ちゃんと回復できるのかなってすごい心配してて、もうとにかくね、ママが元気に帰ってくることを祈ってます。もうそれだけが一番のお願い。今本当にもう心配で心配でしょうがない。然后啊，这个三个礼拜，我要在家里做家事，要打扫、煮饭给弟弟他们吃饭，然后洗衣服とか，我要做很多事情，所以这个三个礼拜好忙。今ね、ママが入院してから3日ぐらい経つんですけど、もうね、大変、もう超辛苦。没想到做妈妈会这么辛苦。え、何こんなこともしなきゃいけないのっていうか、1日に何回洋服洗うんだよって。我一天大概洗了三四次衣服，而且还洗不完，这样子还有很多衣服要洗。然后那个洗碗，我们家里有四个人，四个人可以用那么多盘子，用那么多筷子，你们是怎么用的？何個皿使っとんねん。もうさ、いつ座るんだよ。ママいつ座ってんの。てかいつ休憩すんの。もうずっとなんか洗って、ずっとなんか掃除して、ずっとなんか作ってるやん。どんだけ食器洗わなきゃいけねえんだよ。めんどくせえ、だるって思ってます。この3日間、本当に我自己天真的很感受到这个妈妈有多辛苦。
こんなところにも気使ってこうやってね私たち家族がこんなにも快適に過ごせるように一つ一つ細かいところ気にしてやってくれてたんだっていうのをね本当に分かって本当にもうママごめんねごめんねって思ってあのね小さい頃からママに洗濯物手伝ってとかちょっとこれ片付けてちょっと雑巾がけしてとかって言われるんですけどもうそれ言われるたびにねめんどくせえって思ってたんですよ正直あ、よく麻烦で早さいい方ママやってよなんで頼むのやだめんどくさい今テレビ見てるテレビ見たいって思ってたんですよあ、もうクソみたいすいませんクソガキですクソガキ今の私から見たらもうなんだこのクソガキって言ってもう殴ってやりたいぐらい思う殴ってやる殴ってやりたいぐらいもうなんていうクソガキなんだって思ってるんですけどでそれでママに頼まれて洗濯物干すじゃんでそれでねもう満足あもう私はもうママの手伝いをしたはっ我有帮妈妈晒衣服多棒我真是一个好孩子帮妈妈晒衣服晒得那么整齐晒得那么漂亮我也晒衣服了耶、yeah!バカ家事はそれだけじゃねえんだ財布ごときで偉そうにしてんじゃねえよそのクソガキって私は今思う洗濯物干したごときで偉そうにしてんじゃねえぞそんなものはな家事じゃねえんだただの家事だあのね家事っていうのは散らかってる服をな洗濯物に入れるそして入れる前にポケットにティッシュが入ってないのかを確かめてチャックを閉めてから洗濯機に入れるそして洗濯機入れた後に洗剤入れてピピピってやって乾くのを待ってそれを取り出して干すこれまでこれ一連の流れを洗濯物を干す洗濯物をしたっていうことになるんだよだからもうその洗濯物干したごときで偉そうにもう私はママを助けたなんて思ってるのはもうクソだと私はこの3日間で分かったはい真的很抱歉ママですうんママって大変だ本当にもうママって大変ああそれだけじゃないしあの食器洗うとかね只是我们家有食器洗い機所以我不用自己这样一盘一盘去洗我就把那个盘子放进去就可以了但这个工作この仕事ももうそんな別に楽なものではないしめんどくさいできるならやりたくないこんなことでも誰かがやらないとそこに皿が溜まってめちゃめちゃ汚いことになってしまうだからもうやるしかないっていうもうこういう仕事をママは二十何年間も一切文句言わず子供に怒りをぶつけることもせず子供に何かをねしろって強制することもせずただ黙々とやってくれたママ本当にありがとう本当に真摯なんでママそんなことできるのなんでなんでなんか投げ出したりとかしたくないんですかね二十何年間もさこんな家事主婦を二十何年間もできるってその責任感はどっから出てくるんだとそして少しでも一つでも手伝ってくれるとこんなにもありがたいんだって一つの作業がなくなるだけでこんなにも楽になることができるんだって思ってママを手伝うって本当に大事だって思いましたね弟がねちょっと洗濯物を手伝ってくれるだけでもう気が軽いもう嬉しいありがとうありがとう弟これで私は次のことができるだからあの家事をね率先して何かやってあげるとね本当に家事をやってる身からするとすごい嬉しいことなんだなって分かりましたありがとうってもう涙流したくなるくらい嬉しいことですね手伝ってくれるの本当にああまあそんなこんなで私はこの3週間私は今日本にいますっていうことでしたはい然后我在日本的这个期间老师会让我线上上课那些老师都很帮助我他们听到我妈妈要开刀我要回日本那些老师都跟我说啊你没事没事你就
照顾妈妈就好了，你不用再在意这些课业，你就去好好照顾弟弟他们，去看妈妈。那些老师这样子跟我说，真是太感谢了。所以我现在就在日本上课，没有影响到我的课业。よかったです。太棒了。でね、この3週間で私はやりたいことがいっぱいあって、まず一つは料理がしたい。这个三周内，我想要做很多料理。我吼不会煮饭，我小时候会跟妈妈一起煮饭，妈妈会教我怎么切，我就按照她就这样子帮她一起，就跟她一起切。可是我不会一个人自己煮东西，所以我想要在这个三周内ちょっとぐらいね料理ができるようになりたい。それがねこの三週間での目標です。OK ということでまず料理していきたいと思います。Okay, let's go! Ah, yeah! 僕のこの作業結構大事だね。指が僕が。ママこれの倍の速さです。超速い。てかママ一人で全部この工程やるんでしょ。うん、やば。しかももっと大量の量。うん、ママの偉大さを感じる3週間です。きついな。すいません、あと一袋あります。ふざけんなよ、最初からいいよ、それ。頑張れ。頑張る。頑張れ、弟。え、OK。じゃあ。ねえ、やばいから。ねえ、くさい。できたー。嬉しいですね。嬉しいです。うまいですか。あ、うまい。熱いじゃなくてうまいかどうかだ。さすがにすき焼きのタレ入れすぎた、うん、全部入れちゃったからこれ。うまい。うまいならよかった、うん、いただきます。それでは僕、うん、いただきます。もうずっと言ってない。給食では言うでしょ。言う。配点を合わせてください。え、そんなん言わない。え、じゃあ、それは言わない。お父さん、晩さん、ご苦労様でしたって。美味しい給食いただきましょう。いただきます。お父さん、さん、ご苦労様でしたって言うの。うん。なんか幼稚園生みたい。てか、めっちゃうまいな、すき焼き。大成功だ。うん。イェーイ。イェーイ。きつんね。鳥になった。ねえちょっと待って、ネギやばい。ネギやばいっしょ。ネギ何これ。何この。それが皮ですよ。ネギって外で皮剥かないといけないの。え、でもママと作ってたけど剥いてなかったけど。剥いてんのあんま見たことないよね、うん、でも僕キノコ上手だね。なんか食べやすい。僕のおかげでめっちゃ食べやすい。うん、丁寧にやってくれたから。ありがとうございます。よし。なんかこれでいいのかなと思って。ほお。何。あっぱい。何を食べる。何。ビビんねえよ。うん。なに。うん。今のわざとやった。そうです。やられたらやり返す。倍返しだ。今の倍だった。
でもあれだよ、台湾だよね、うん、人前でゲップしても別にいいんだよ。え、日本では行儀悪いのしてた？ゲップ、うん、おかしいじゃん、なんか人前でちょっとやるの汚いじゃん、うん、でも台湾では普通にね、みんな人の前でゲップしてるの。やばいでしょみんな食べてる時に普通にマジだからそれが別に普通なんだよ、別にあの行儀悪いとかない。だから最初ね、行った時びっくりした。え、汚ねって思った。え、何日本と全然違うな、そこは。マジでびっくりしたんだけど、なんか家族の前だからやってんのかなと思ったら普通に友達もやってるから、気持ち悪い。ちょっとやだよ。やだ。リンもそれはちょっとやだ。あ、じゃあ逆にさ、人前でおならが好きだよ。それはいいんじゃない。ていうか別にそれは日本でもいいだろ。あ、ただ自分が恥ずかしいかどうかの問題じゃない。そうでしょ。え、そうでしょ。うん。え、学校でおならしたことある？何？みんなの前でさ、なんか超でかい音鳴らしたブーってなったことある？なんでそんなに笑ってんだよ、聞いてんだよ。どうなんですか？え、でも2回ある、それは。あるんだ。で、バレなかった。バレない？バレないの？校庭だったんだよ。あー、それで、それ何、わざとなの？ポーシャーを死にやっちゃったの？どっちなの？わざとじゃない。あ、ポーシャンシンの方。それで、急に、ブッってなっちゃって、え、誰？って自分で言って、自分なのに。全員でごまかした。何それ、もう。ダッサー。周り気づいてたの？音がした。気づいてたよ。気づいてんじゃん。全員、ほとんど全員手です。気づいてんじゃん。全員、え、誰なの？って。恥ずかしい。恥ずかしいでしょ。恥ずかしいよ。やだよ、あれは。え、リンもあるよ、リンも。あの、読み聞かせ、朝の読み聞かせあるじゃん。で、みんな静かにさ、その本読んでる人のやつ、話聞いてんのにさ、体育座りってこうやってやってるからさ、おなら出やすいんだよ。出やすいんだよ。それで、ポシャーシンブってなっちゃって。みんながこっち向いてきて。え、自分も体育座りやって。でも、もう一つやばい、一番やばいのがあって、あのね、テスト中に、で、しかも、みんなが静まり返ってる時、だから、みんなが超集中してる時に、自分の方から、ブッって、しかも結構強かったの、それが。でね、その時は、周りに男子がいて、もうそれはごまかせなくてね、全員が僕の方を見てきて、いや、違うってって言ったら、いや、お前だろって言われて、全員からバレちゃった。ごまかすな。お前はずっとごまかそうとしてる。俺じゃないって。お前だ。違うよ。完全にお前だ。濃いな。濃すぎてそんなに食べれない。うん、ちょいと失敗だな。なんか身の危険を感じるくさ。マジでしょっぱすぎる。これ。やったな、お前。すき焼きの匂いがする。それこっちの匂いだろ。いやいやいや、こっちから来た。ちょっと温かみを感じる、そのすき焼き。気持ち悪い。だから気持ち悪いんだよ。オーケー、ごちそうさま。もういい。しょっぱい。しょっぱい。しょっぱすぎる。食べれない。はい、終わり。終わり。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。